それにしても暗いですわね。ほんとジメジメっとした感じで嫌になっちゃう。ここにはシャイニーな太陽がないのかしら。ただ曇ってるだけっていうのとも違うみたいだよね。空が真っ暗っていうか真っ黒で、まるで絵の具で塗りつぶしたみたいな感じ。一体どういう。え、お、大丈夫かな。って片手で私のこと支えたの？マリさんのその力、やはり異常ですわよね。なんなん、スペシャルなシャイニースキルと言ってちょうだい。シャイニースキルね。まあ衣装が輝いてから変な力が使えるようになったのは確かだけど、マリの怪力とか。ふふん、カナンとフィジカルが逆転したわね。今ならあなたはプリンセスハグすることだってできるわ。プリンセス何？あ、もしかしてお姫様抱っこのこと？いや、しなくていいから。っていうか、してる場合じゃないでしょ。マリさんは力が強くなって、あとカナンさんは地面から植物を生やせるのですわよね。うん、ちょっとだけね。よいしょっと。ああ、キュートなスプラウツね。でもこれだけって言えばこれだけだよね。で、ダイヤは？はっ！なぜか日舞のポーズを取るとどこからともなく光が差してくると。こちらも一瞬だけですけれどね。どれも面白いスキルだけれど、もっとシャイニーな感じには発揮できないのかしら。例えばカナンだったら天まで届くビッグツリーを生やしたりとか、ダイヤはこの薄暗い場所を全部照らしたりとか。まあ無理ですわね。だね。変なとこに飛ばされても、変な能力を手に入れても、私たちは私たち。そこまでファンタジーな存在になったわけじゃないみたい。残念です。そんなことよりも、早くあの大きな木を目指しましょう。あの上からであれば、かなり遠くまで見渡せるはず。はぐれた皆さんのことも、きっと見つけられるはずですわ。それに、ここがどういう場所かっていうのも、もう少しわかるかもだしね。OK!どんどん進みましょう。着いたけど、これは遠いからわからなかったけど、予想してたよりずーっと大きかったね、この体重。これをてっぺんまで登るっていうのはなかなか。思ったよりハードなアドベンチャーになりそうね。さすがに危険すぎますわ。お二人はここで待っていてください。え、ダイヤ？大樹に登り、皆さんを探すというのは、元より私が言い出したこと。お二人に怪我をさせるわけにはいきませんわ。ですからここは、私一人で行ってまいります。ダイヤ、待ってよ。止めないでください。ルビーや他の皆さんも、私たちと同じく、この地のどこかへ飛ばされているとして、もしかしたら、一人ぼっちで心細い思いをしているかもしれませんわ。すぐにでも見つけてあげなければ。だから待ってってば、ダイヤ。別に止めようとしてるわけじゃないんだよ。え？一人で背負い込むのはノンノン。私たち、その失敗だけはもう繰り返したくないでしょ。カナンさん、マリさん。幸い怪力のマリならかなり活躍してくれそうだしさ。あと体を使うのは私だって得意だし、植物をちょっとだけ操るっていう能力も木登りになら結構役立つかもよ。今のシャイニーマリーとカナンが一緒ならビリオン人力でーすね。だから一人で暴走しないでよ、ダイヤ。すみません、ありがとうございます。お二人とも、では三人で一緒に大樹のてっぺんを目指しましょう。もうすぐですわ。ちょっとマリ、大丈夫なの？はい、何？マリは全然ノープロブレムよ。嘘、
怪力があるからって人のこと助けてばっかりで無理してるでしょ。ほら、手貸して。引っ張ってあげるから。センキュー、かな。あ、そっくわーい。大樹のてっぺんはこんな場所になっていたのね。奥にあるあれは何？巨大な像？足元の石碑に何か書かれていますわ。削れたり薄れたりしていてだいぶ読みづらいですが、失われし女神。